皆さんこんにちは。海老名総合病院理学療法士田中亮太と申します。この動画は CIT コロナ支援企画ということで、第6弾の紹介についてお話ししていきたいと思います。本日は第2回の紹介についてお話しします。前回の動画は起用欄にリンクが貼ってありますので、そちらへアクセスしてください。よろしくお願いいたします。前回は紹介について簡単に紹介しました。本日はタンパク質についてもう少し説明するところから始めたいと思います。前回タンパク質の働きについて分けました。いくつかをピックアップして説明していきます。輸送タンパクとしての働きです。有名なものとしてはスライドに挙げたヘモグロビン、リポプロテイン、アルブミンなどがあり、ヘモグロビンは血中の酸素を運ぶ赤血球の構成します。リポプロテインは脂質を運ぶ乗り物のようなもので、 LDL やHDL の最後の L はリポプロテインの L です。余談ですが、よく善玉悪玉コレステロールと言われたりしますが、この考えは完全に間違っており、 LDL、HDL ともに体にとって非常に重要な働きをします。 LDL は肝臓で産生される胆汁の原料となります。胆汁は脂肪の消化吸収に大変重要な役割をするのですが、1日に500から 1000ml もの量が作られます。胆汁の不足は脂肪の消化不良につながり、アトピーなどの原因の一つとされています。さて話を戻しますが、血液データでよく見かけるアルブミンは水分など様々なものを運びます。アルブミンについてもう少し説明します。アルブミンは肝臓で合成されます。タンパク質の摂取不足などの低栄養の他に、肝機能に問題がある場合は低値を示しやすくなります。合成されたアルブミンは血中において様々なものを運びます。水分や亜鉛、カルシウム、薬剤など、例えば水分を血管内に保持する役割があるので、アルブミン不足によって血液が水分を失い濃縮されることで他の血液データの値が高く出てしまうことがあります。他に薬の成分を運ぶ役割がありますが、薬はアルブミンと結合することで作用をコントロールします。低アルブミンになることでコントロール能力が低下し、逆効が強く出現してしまうなどの問題が出現します。次に構造タンパクの働きとしてコラーゲンなどがあります。コラーゲンは体の3分の1くらいがコラーゲンで作られていると言われています。人体、骨、また血管にも多く使われており、コラーゲン合成時に必要な成分としてタンパク質の他にビタミン C や鉄分があり、これらの欠乏でもコラーゲン合成が阻害されてしまいます。教科書によく載っている敗血症などはビタミン C 不足によりコラーゲン繊維が作られず血管が破綻してしまう病気です。酵素タンパクの働きとしては代謝酵素や消化酵素などがあります。代謝酵素では肝機能検査でおなじみの ALT、AST などのことで、消化酵素はアミラーゼ、ペプシン、リパーゼなどがあり、消化吸収には大変重要な役割をします。これもタンパク質が原料となるわけです。タンパク質の働きをざっと紹介しましたが、タンパク質は様々な働きを担っていることが分かったと思います。さて皆さんはタンパク質が体にしっかりと取り込めているでしょうか。口からタンパク質を入れればいいわけではなく、消化吸収、そしてその後に続く代謝という過程に進んで初めて体の一部になるわけです。ではタンパクの消化や代謝を左右する要因は何でしょうか。タンパクの消化吸収や代謝を左右する要因としては、消化能力、腸内環境、オートファジー、ストレスなどなど、タンパク質だけではありませんが、これらがしっかりと働いていないと低タンパク質となるわけです。次回は消化の主役である胃腸についてお話しできればと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画シリーズは概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからアクセスしてみてください。これからも役に立つ情報を発信していきたいと思っています。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。